皆さんこんにちは、ゴルフタットです。ドライバー飛距離最適化、目から鱗の飛距離算。この動画を見ると以下がわかります。皆さんの目から鱗が落ちるでしょうか。それでは行ってみましょう。飛距離算の重要なコンセプトである尾根について説明します。これは棒グラフで表現したものです。尾根とはこの山の高くなっている部分のことです。まず打ち出し角度が8度と低い場合、飛距離が最大になるポイントは3600回転。低打ち出し角度の場合は高スピンの場合、飛距離が最大になります。これが打ち出し角度が9度、12度、14度と上がっていくと、最適なスピンはもう少し少ないものになりますので、この打ち出し角度ごとの棒グラフの一番高いところ、一番距離の出るところがこう左側に移動していきます。これが14度、これが16度、そして最後17度と打ち出し角度が高い場合は、スピンが少ないほど距離が出る。ということになります。これをつなぐと先ほどの尾根になるわけです。これが飛距離算の尾根の考え方。次に滞空時間について説明します。この赤い尾根のデータ、尾根のデータはそれぞれの打ち出し角度の最高の飛距離というふうに説明しました。で、最高の飛距離になる条件なのですが、これは詳しく説明すると長くなるから省略するんですけど、大体滞空時間、最適な滞空時間というのが初速に応じてあって、その滞空時間になる組み合わせがこの尾根のデータということになります。打ち出し角度が大きい場合、本来の放物運動で滞空時間を稼げるので、ボールの揚力をあまり必要としない。なので、ボールのスピンは少なくても良い。打ち出し角度が低い場合は逆になります。で、この赤いところがだいたい最適な滞空時間になるスピンと打ち出し角度の組み合わせということなんです。ですから、この尾根を右下に降りると滞空時間が長くなります。尾根を左下に降りると滞空時間が短くなります。これが滞空時間と尾根の関係です。次に初速と尾根の関係、総飛距離の関係について説明します。まずベースになるのが65メートルのキャリー算。これが今まで説明した尾根の位置。これが高初速、例えば初速70メートルになると、より低リフトで最適な滞空時間を実現できるので、尾根の位置が上に移動します。目安として5メートルあたり1列上げると、その初速の飛距離算になります。低初速の場合は逆です。低初速の場合は、滞空時間を確保するために、打ち出し角度も上げないといけないので、初速が少し落ちます。なので、結果として VC 係数が下がることはあります。そして、総飛距離。総飛距離は、ほとんどとランディングアングルに依存するのですが、ランディングアングルは低リフトの方が少なくなるので、キャリー算よりも少し低リフトの方が総飛距離は伸びます。なので、キャリー算ではなくて総飛距離算を作る場合は尾根の位置を1列上に上げます。これが総飛距離算の作り方